今日はですね、伊丹にね、来ましたので、ちょっとね寄らせていただいた店がありまして、ピーズショップウィーグさんっていうんですけども、入った途端にもワンちゃんがどう出迎えしてくれるようなそんな店でしつけの教室とかもしてくれてはって、まあ、いろんな、まあ、今日もね2匹下にワンちゃんが いるんですけども、ちょっとね面白いものを発見したのでいろいろ話聞きたいなと思ってます。はい、なんていうかな、店主の、はい、ね、店主の、谷脇美幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でね、こういうのがなんかこういろいろ売ってるんですよ、棚にね。こんな感じのやつがいろいろ並んでて、まあ僕らの感じで言うとこのサプリとか、そうです ね、コンビニとかにもありますけども、はい、これがペット用なんよね。そうですね、ペット用です。ワンちゃんとかね、猫ちゃんがこういうの飲む、まあ、飲むというかね。そうです、ご飯に振りかけるだけなんです、ご飯に振りかける。そうです。どんなものですか。粉、これは粉です。粉やね。で、あの粒みたいなもの。そうですね、カプセルもあります。カプセルもあるし、はい、まあ、こんなのがいろいろあるんですけども、まあ僕もね、サプリってあんま飲まないですよ、どっちかっていうと。ああ、そうですね。人間なのに日本の方は特に、ね、飲まない方多いです。でもこういうのって何がどうなの、まあ、例えばこれは、これなんていうの。これはヘルプゼットって言って、ヘルプゼット、はい、消化酵素。消化酵素、はいはい、要するに食べたもの、お肉だったり、はいはいはい、穀物だったり食べたものをちゃんと分解して、うんうん、はい、ちゃんと消化して、吸収して、うん、栄養に変えてくれるものですね。でも本当は酵素っていうのはもう人間もそうですけど、ワンちゃん猫ちゃんも持ってるんですよね。そうです、体の中にあります、ね、それが今最近も不足してるってこと。そうですね、うん、まあどうしてもたくさん食べたいじゃないですか、はいはい、犬はもうどんどん食べますのでね、うん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 、で食べた分やっぱり体の中で分解するためにはこの消化酵素が必要なんですね。なるほど、はい、でだから食べれば食べるほど、体の中にある消化酵素を使ってしまうので、うんうんうん、体をその残った部分で体を作る、代謝酵素、代謝酵素っていうのがあるんですけど、はい、その代謝酵素が不足してしまう。なるほどなるほど、うん、なるほど。なので食べ過ぎて消化にばっかり使っちゃって。そうですそうです。なので、こういったもので、はい、補ってあげることが必要だと思うんですね。最近やっぱり皆さんそのご家庭でね、ワンちゃん猫ちゃん飼いますけども、はい、やっぱりそのなんていうかさ、犬でも猫でもそう野生じゃないので食べ物もまあ人間がこうするじゃないですか。うん、やっぱりついつい食べ過ぎるので、やっぱりこういうところに気を使ってあげると本人たち飢えないもんね。そうですね、うん、どうしてもやっぱり太ってしまう子が多いので、まずやっぱり食べることをある程度その子に必要な栄養を入れてあげるっていうのは必要なんですけど、うんうん、やっぱり食べ過ぎっていうのがかなり多くて、いろんな病気を 今風ですね、引き金になってしまうので、なるほど、その前にやっぱり必要な、まあ、最低限じゃないですけれども、うんうん、必要量をちゃんと食べさせてあげて、ちゃんと消化させてあげるっていうことはやっぱり必要だと思いますね。はい、うんうん、まあ、こういうお話をですね、この店来てきましたら、ね、ご本人に応じたいろんなこうアドバイスをしてくれるみたいなので、はい、よかったです。まあ、僕は何も買ってないんですけども、はい、またね、そういう気分になった時はお願いしようかなと思ってます。はい、ピーズショップウィーブさん、この商品についてもね、ちょっと下に載っけておきますので、よかったら気になる方は見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。